バニラスカイ。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのヨーコです。今夜のバニラスカイも先週の予告通り、ゲストシナー、こんばんは。なぜ今週もねゲストで来てくれたか、後ほどお楽しみに。まず1曲目、シナの好きな曲をお届けしたいと思います。聴いてください、 Believe。 今週もゲストとしてお迎えしてます娘のシノンでございます。なぜ今週もゲストに来てくれたかというと、夏休みだからではありません。先週の放送をお聞きの方、覚えていらっしゃいますか？先週はミッキーのモノマネで盛り上がりました。ミッキーどうぞ。はは？すぐできたってすごいね。そして今週の課題はクレヨンしんちゃんということで、クレヨンしんちゃん練習してきてくれました。ではどうぞしんちゃん。ほい。ほらしんのすけだぞ。やったねそこまで。結構すごい強靭なメンタルだねしーちゃん。ほい。おろおろ。皆さんできますか？もうちょっと発音よくしない。おろ。おろ。では、こんなしのんとようこがお届けしておりますバニラスカイですが、なんとしのん所属してます吹奏楽と合唱をする音楽部でね、ダブル金賞取りましたね。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。シノンはフルートと歌ではソプラノパートですね、高いパートです。そうだね。そしてフルートとピッコロっていう楽器もねしていて、うん、で小編成といって、あの人数が少ないね編成で出演したので、一人で3役してましたね。はい。ここはピッコロ、ね、高い楽器ピッコロだ、でここはフルートの1番で次は2番みたいな感じでね、もう吹けるだけ吹いてましたね。高いパートしかありません。ピー言うてる。それは言わないお約束です。でもさ、あピーピー、あそっちのピーピーね。まあね、まあでもさ、ママが思うには頭が痛いって言ったじゃん当日。あの高い音が、自分で吹いた音が頭に響いたりして、すごい朝早くで、そうだったね、はい、もうみんな4時には起きてたでしょうね、はい、それでやっぱ大変だったところに、いきなり演奏してたら練習中に頭が痛くなったって言って、よく頭痛いのにあの楽器を吹くなと思って。まあお利口でしたね本番なのでも。そうね、なんていうのかな、こうみんな同じ条件なんだけど、うん、頑張ってることがちゃんと結果が出せるって素晴らしいですね。はい、うん、なかなか賞ってもらえないからね。一番いい賞を獲得するっていうのは難しいし、それをするためにみんな青春してるんじゃないですか。ですね。皆さんそういえば最近キュンとしましたか？この頃うちのママが青春という言葉にちょっとハマっているのかわかんないんですけど、なんかずっと青春青春、青春青春って言うんです。そうね、私のカルピが4歳のコウスケくんっていうお名前なんですけれども、その4歳がねオリンピックの開会式の国歌斉唱のミーシャさんの場面を見て、
陽子ちゃんが歌ってるって言ってくれたらしい嬉しいよね。嬉しい。もうその言葉にキュンってして、ああコウスケありがとうって、頑張る陽子ちゃんみたいな。でそしてね、この間実は西福寺というね、全国でも有名なお寺で夏の合宿がありまして、2泊3日でね、子供たちがね訪れてお経を読んだり川遊びをしたり、そして夜はいろんなことをする中に1日はね、花火とステージを私一緒に遊びに行ったんですね。実は川遊びも一緒に行ったんですけれども、でそこでね、なんと有名なジャンケンマンとチョコちゃんが遊びに来てくれました。ジャンケンマンはね、もう CM にも引っ張りだこですし何よりもね、奉仕活動が素晴らしいですね、ボランティア活動が。シノンもさ、去年のクリスマスは何だったっけ、あれ八起き食堂か、八起き食堂という場所でクリスマスのチャリティーイベント、ジャンケンマンが主催してましたね。それに出演してギターのイッシーさんと一緒にフルートと歌とね、子供イベントでしたからね、はい、出演してましたね、うん、そうなのでね、ジャンケンマンは本当に子供たち、まあ、みんなの味方なんですよ。でそのジャンケンマンと一緒に西福寺さんの夏合宿に参加している子供たちと音時間過ごしてきたんですけれども、面白かったよ、可愛かったよ、もうキュンでした。もう話聞いてるだけで本当に良かったねってなったでしょそう、実はね、女の子たちが小学生高学年かなの女の子たちがね、ようこちゃんって言って、ようちゃんって呼んでいいって言って、私初めてでした、ようちゃんって呼んでいいって言って、でじゃんけんマンがみんなにバルーンを作ってくれてて、でようちゃん作ってって言って、え人の顔作れんのと思ったら、じゃんけんマンが待っててって言って作ってくれたの、すごいね、可愛かったよね。だからね、私はとにかくチヤホヤされたのが初めてでしたので、しかもあんな可愛い子たちにね。でね、11人参加されてて7人くらいはね、サイン書いてって言ってね寝る前だから就寝時間ですって先生方に怒られながらね、サインをね、みんなの書いたんですけれどもサインどうなるんだろうね、大事にしてくれるんだろうね、嬉しいですね。シノンはサイン書いてって言ったことある？誰にですか？誰かに。ああ、いやなんか学校の卒業式だったりとか、小学生の時の最初の時とかに、先生になんかサインくださいとしかないですね。先生に書いてもらったの？はい。いいね、なんか。なんかスタンプラリーみたいな感じで先生のサインを集めるみたいな感じに、感じでみんなと回って、たった一つのクラスだけ、同じ学年のクラスだけで、その小学校が人数が多かったのでクラスも多くて、で。まあ、何クラスか回れないところもあったんですけど、一クラスだけ私の友達が書きました先生いないから、どうでもいい、なんか情報なんだけどさそのずるさはさ、まあいいのかなって感じ。どういうこと？ずるしてるじゃん正直さ、その学校の先生たちのスタンプラリーだから別にズルしてもいいんだけど、でもその先生の名前じゃなくてその友達の名前が書いてありましたひらがなで。そっか、まあ、まあそれはそれで、ね、楽しかったっていう思い出ね、まあ、ひとまずそれはサインというね、はい、サインね、よくさパーキングに寄った時にさスタンプラリーしてるよね。はい、結構シノンもいろんなところに一緒に県外も行ったりするので、ちっちゃい時から集めてるよね。集めてます。よくでもあんなスタンプ置いてるよね、台紙とさ。記念なんか物とか買うよりもスタンプで集めて行きましたよって、ね、むしろさ、もう車の中にノート入れとったら、あ今さら気づいたけど、もう6年分ぐらい集めてるかもしれないけど、結構集めてます。結構だよね。ディズニーとか行ってもだし、ね、USJ 行ってもパーキングでも、ストゥーのね、こう、そうそう、高速道路を降りていないと思ったらスタンプコーナー上がってあ、ここでもあったの、いまだにだからね。そう、県外沖縄はあったんじゃない、なんか。あ、ありました。あったよね、なんかたくさんあった。あ、そういえば首里城でもね、今ちょっとね、寂しいですけどね、そうそう、首里城にも行ったからね。もったいなかった、ノートに、もうノートに持ってて、今日ね、ノートいいかもしれません、これからの集めるもの、うん、楽しいかもね、ハッピーものって感じですね。はい、はい、ではシノンがいいことに気づいたので、ここら辺で1曲お届けしたいと思います。何かというと、うちのお母さんから、シノンのおばあちゃんから
いつまで喋ってるのあんたたちは早く歌を聴かせてと言われそうなのでお届けしたいと思います。夏にぴったりの曲、サイという曲をお聴きください。さんとラジオをお届けした時に石井さんがサイという曲をお聴きくださいって言った、サイだってみたいな感じで笑ってました。面白くない。誰が、まあ、まあ、こっちの方が面白いですよ。何、告白する時に渡す手紙はラブレターで、呆れた時に渡す手紙は呆れた。はい。やっぱりそれ本当に面白いと思ってるの、うん、だから疲れた時も疲れた。親子ですね。あの、いや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 、関係ありません。そこ血縁何も関係ありません。ぜひですね、あのシノンを吉本にあのね出家させた方がいいとか、あ、落語家にした方がいいと思ってサポートしてくださる方大募集しております。まだ14歳でございますが、これから先面白くなるかもしれません。なのでぜひどこかお願いします。もうママは付き合いきれません。ということで親子ともどもお願いします。ということでですね、今日お聞きいただいている Believe もさえも夏にぴったりなナンバーなんですけれども、8月1日今度の日曜日ですね、私初めての鹿児島アリーナでのステージ控えております。鹿児島を代表するご当地アイドルサザンクロスの10周年記念ライブが午前中からもうね夕方までもう丸1日
フェスとして開催されるのが鹿児島アリーナでございます。ぜひね、陽子は1時から歌っておりますが、サザンクロスのステージも楽しみに。そして県内外のアーティストも出演されます。もちろん感染症対策バッチリしてますんで、ぜひ遊びにいらしてください。その時に陽子と一緒にタオルをフリフリしましょうという、こちらも夏曲です。ラブ、お聴きください。やっぱさ、10月10日シノンはダイナマイトを歌うだよね。はい、ね、よかったね。
ちょっと歌ってみて。 Cause I is the night Such me バカにしてません。すいませんでした。あのね、楽しみなんです。実はね、一昨日いきなり上がったんだよね、 YouTube ね。ダイナマイトを生バンドで歌ってるんだよね。 BTS というグループなんですけれども、それを見てて、あ、バンドでこの曲やったらかっこいいな、かっこいいアレンジだなと思って聞いてて、で10月10日はいつもお世話になってますサウンドプロデュースでね、ギタリストのイッシーのジャムナイトというのがキャバルボホールというね、通常は400人までは入るホールなんですけれども、ライブハウスなんですけれども、今回はね、多分ね150入っていいのかな、120人までということになってますが、10月はどうなってるか分かりません。ですがね、あの多分すぐ即完売だと思います、チケットなので。もし何かかしらでね、まあ、コロナが落ち着いて沖縄から鹿児島にいらっしゃれる日が来ていたら、ぜひ遊びに来ていただきたいんですけれどもね。そういう、まあ、イシジャムナイトというねホストバンド、もうプロのめちゃくちゃいいミュージシャンたちがホストバンドでいてくださって、歌い手が変わっていくというシステムなんですけれども、私も歌うんですが、シノがコーラスで入ってくれるって言ってたんですよね。はい。お小遣い出演料いくらでしたっけ？2000円です。イッシーさんに2000円たかろうとしてますからね、この子出演料2000円は妥当なのかと、妥当なのかと。時給に換算したら300万とかじゃなかったかな。ですね。あらら。あらら、あららじゃありませんよ。うちのボスに2000円たかろうとして。らら、ちなみに9月5日の私のツーマンライブ、アコースティックライブも1曲歌ってくれる予定なんですけれども、コーラスでね。はい。そちらも2000円です。こらいや、最初はなんか100円200円って言ってたんですけど、話してるうちに2000円まで上がってたんです。違うよ。じゃあ1000円だったらって言ったら、え、1000円2000円って言ったら分かったってなったよね。あ、そうです。もう大人は優しい、甘い。9月5日の分はキャパルボの高妻さんにちゃんと言わないといけませんね。はい。おい赤やろひとまずね、下積み時代大事ですので、その中でね、10月10日シノンもダイナマイトをね、素晴らしいバンドの元で歌えるなんてありがたいですね。踊りますよね？ちょっとだけ踊ります。うん、いいね。じゃあ皆さん、ぜひダイナマイト練習して、一緒に会場歌えないからこそ踊りでお付き合いくださいね。よろしくお願いします。ママもコーラスしようかな。お願いします。はい、お願いされました。はぁとか言ってるよね。ヘイとかで。ヘイ、それつごーって。でもね、それつごーとかさ。お願いします。はい。アップルジャムのつかさ兄ちゃんも口説きましょう。はい。つかさ兄ちゃんに、それつごーって言わせたらいいんじゃないでしょうか。かっこいいと思いますよ。あ、キューちゃんね。キューちゃんも面白いけど。まあ、とにかくね、10月10日も盛り上がること間違いなしですので、皆さん足を運んでください。お待ちしてます。取り急ぎ、8月1日の鹿児島アリーナでのサザンクロス10周年記念ライブ、サウザンフェス、お待ちしてます。この番組は皆さんからのリクエストやメッセージ大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。あっという間にこの時間この時間しーちゃん、ははは、やっぱり出るね。いや、今度ほい来週はもっとクレヨンしんちゃんをね、完成させてもらいましょう。はい。まあ、よくやれるよね。はい。中二でさ、できてないモノマネをそんなに怒らないで、失礼な、すいませんでした。夏休み中に頑張ります。いいね、勉強してよまあでもさ、音楽っていいよね。まあ、うちにさ、音楽なくなったら何でつながるかな。ご飯作ることかな。そうそう、うちってすごいのよ。例えばね、お鍋にお水を入れますよ。で、火にかけますよ。で、何分かしたらお味噌汁が出来上がってたりするんです、うちって。家族みんなでさ、あ、これ入れるね、あれ入れるね、お味噌入れるね、はい、おしまいみたいな。あれ、今日私味噌汁作ったの、お水しか入れてないなんていう魔法みたいな感じでね。はい、素晴らしいよね。しーちゃんのね、フレンチトーストもめっちゃ美味しい。あと卵焼き、びっくり。卵焼きってさ、普通さ、測らないじゃん。もうごめん、普通じゃないのかも、ママがね。あ、うん、測らない。だし巻き卵にする時もどっちも目見当なのよ、ママがね。うん、何その、だからあんなに、でもあんなに美味しいんだ。美味しい、あ、よかった。よくさ、ハート型に切ったりするじゃん。うん、そういうのは
自分の中でちゃんとしてしたいことだけど、最近ちょっと手抜いてるかな。ちょいちょい普通の卵焼きになってるけ。うん、でもごめんごめん、ふっくらしてるので美味しいです。よかったです。そうそう、まあ見た目はいつもねこだわるけど、味はあんまこだわらないのが私の卵焼きなんですけれども、あのシノンは美味しいよね。びっくりした。そうかな。うん、なんか何気やで卵の料理の方を見てたんだよね。うん、皆さんもぜひ卵焼きじゃなくてもなんかね料理、まあ、ひとまずお鍋にお水を張ってみてください。お味噌汁に変わってると思います。はい、はい、では来週も楽しくお届けしましょうね。しーちゃんお願いします。やったねー。ということで皆さんもめちゃくちゃハッピーな1週間をお過ごしください。皆さんの幸せを願ってます。では一緒にバイバイハッピー。